秘密機関は1922年にイギリスの小説家アガサ・クリスティが発表した長編推理サスペンス小説作者の第2作目となる作品でありおしどり探偵ことベレズ・フォード夫妻が活躍するトミーとタペンスシリーズの第1弾となる作品である夫アーチーの勧めで2作目の構想を練り始めたクリスティがとある店でお茶を飲んでいる際に 近くのテーブルに座っていた人の話題に上っていた、ジェーン・フィッシュという人物の名前が発端となり、本作品が誕生した。なお、この時聞いた名前は、ジェーン・フィンに変えられて、登場人物の名前に採用されたほか、偶然耳にして、記憶に残っていた名前という状況も、作品冒頭の場面に活用されている。なお、トミーとタッペンスと、ホテルで食事中のジュリアス・ピー・ハーシャイマーに、 ポアロシリーズに登場するジャップケ部ブが訪ねてくる場面がある。久々の再会を果たした幼馴染みのトミーとタペンスは青年冒険家紹介なるものを作り、二人して報酬を獲得すべく話し合った直後、早速依頼人に出会う。幸運に味方されているかに思われた二人だったが、翌日依頼人の事務所でタペンスがどこかで聞き覚えのある。 ジェーン・フィンという名前を偽名として名乗るとその場の雰囲気が一変した。実はその名前、1915年ドイツ潜水艦の攻撃を受け沈没寸前のルシタニア号において、極秘条約文書を諜報員から託された行方不明のイギリス女性の名前であった。イギリス情報局員の協力を得て、ジェーンの捜索と文書の確保に乗り出す二人の前に、条約草案の入手を狙う。 組織の狩猟、ブラウン氏とその配下が立ちはだかる。自動書本作品28章、そして、その後で結婚。次元第5部 V3 章。ウェーターが差し出した名刺を見たハーシャイマーが、今度は、スコットランドヤードの犯罪捜査課のジャップ警部ですよと、説明している。現在、グーテンベルク21が、電子書籍化している。アガサ・クリスティ生誕120年記念新約版。 期間限定カバー、和田誠もある。ありがとうございます。